J2 のアルビレックス新潟は1月13日、10番を背負うミッドフィルダー本間紫苑と2022年シーズンの契約更新に合意したことを発表した。これはビッグニュース。移籍かなと思っていたので、なんとか去年の戦力はある程度確保されたな。新メンバーと融合して、去年以上の強さを期待したい。今年こそは一丸となって昇格目指しましょう。怪我には気をつけて頑張れ。コンオフも移籍の噂が浮上したが残留を決断。クラブ公式サイトを通じ、今シーズンも新潟の10番としてプレーさせていただくことになりました。アルビレックス新潟を応援してくださる方々のためにも、自分のサッカー人生のためにも、いい結果が残せるように精一杯頑張ります。今年も応援よろしくお願いしますとコメントした。新潟の下部組織出身の本間は、U-18 に所属していた2017年に2次登録で、トップチームの公式戦デビュー。翌年夏にトップチーム昇格が内定すると、19年には、J2 リーグで28試合に出場した。20年からは10番を託され、40試合7ゴールと、飛躍。昨季は、終盤戦で、右大腿二頭筋肉離れによる離脱はあったが、32試合5ゴールの成績を残した。なお、新潟は2021シーズン、J2 リーグ戦6位で終了。J1 昇格を逃していた。クラブ公式ツイッターには、ファンから、新潟から世界へ、また背上がって、残ってくれてありがとう、朗報来たなど喜びの声が寄せられている。サポーターとしては、今年も新潟でプレーしてくれることは本当に嬉しいし、期待もしています。その反面、もっとハイレベルな環境に身を置けば、もっと素晴らしい選手になるかも、というジレンマがあります。本間紫苑が2022シーズン、クラブを一つ上のレベルへ引き上げてくれることを期待します。新しいシーズンに興奮して、興味を持っている、別の観客は言った。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。LIKE して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。